はい、おはようございます。10月31日月曜日です。ハッピーハロウィーン。もう10月も31日終わっちゃいますね。明日から11月。寒いですね、朝はね。でその寒さなんですかね、全然また花が増えてこないんだわ、ないんだわ。壊滅的になかったのがガーベラ、カーネーションがもう全然ない。バラも少なかったし、いやほんと前回ちょっと注文でね、揃えられるものは揃えててほんと良かったという、そんな状況だよ。バラとかなかったな、ガーベラもなかったし、ユリもなかったし、全体の入荷量ってものは後でちょっと見てみますね。これ朝になんないとちょっと発表されないこともあったんで、あるんで、昨日のうち何本っていうのは言えないんですけども、後で全体量見てみましょう。もしかしたら普通に入ってんのかもしれないけど、先に先に買っていかないと、買えない、そんな状況がずーっと続いております。まあ、生産者さんもね、本当に、オイルの高騰だとかさ、肥料も高くなったし、何よりも運賃が高くなってるんで、かなり値上げしないと、生きていけないらしいですね。で我々も物価なり低価で販売してたようなものも考え直さなきゃいけない、そんな時代になってきてるのかもしれません。さあ値上げの11月がこれから始まります。どんなになっていくんでしょう。11月はとりあえず買ってきたもの見てきまーす、後ほど。今日はね、月末でもありますけども、比較的注文も少なかったようで、揃えるのはまあ苦労はしたけど、死ぬほど苦労してないみたい。こういうものが多くなってきますね。紅葉の動乱とかがあったりします。少なめですね。まあ一生とりあえず最小最小で買っていく感じです。We'll be right back.